はいどうも皆さんこんにちは、モッティです。さあ、最弱視点の3つ目の刺客、犬とカモ。さあやってまいりました。僕が最も憎きキャラクター、こいつに何時間時間を無駄にさせ続けてきた。はい、ダックハントです。もう語るつもりは僕はありません。このキャラクターは本当に大嫌いです。大嫌いです。ネタじゃなく、ネタではなく、ガチで嫌いです。このキャラクターが。なんでかっていうのを今から話しますけど、いいですか？聞いてください、ぜひ。あのですね、私、まあ、アップね、ちょっと怖っ。フィールドスマッシュの実況、まあ、やり始めて、まあ、大体、どのキャラクターも、まあ、どんなに長くても、まあ、1時間ぐらいかな。かかる。今まで歴代かかった中で。お、こう来た。いいね。すげえ。かかるんですけど、こいつはね、実は、もうすでに、何時間かかってるかわかりますか？3時間半ぐらいかかってます。はい。いや、それは僕が、ダックハントが苦手とかそういうんじゃないんですよ。そういうんじゃないんですよ、ダックハントが。このキャラクターね、明らかにね、パラメーターの、要は、こう、何、大きさっていうか、大きさじゃなくて、まあ、どれぐらいパラメーターが溜まってるかっていう、まあ、あるじゃないですか。あれに比べて、明らかに、しょぼいので、点数が。これはね、間違いなく、そのスマッシュが、こう、みやみや多分、こう、ザッバランに、こう、ね、なっちゃってることが原因だと思うんですけど、すごいね、本当に、マジで伸びない。超伸び悩みキャラ。僕ね、最初このキャラクターは、中の中か、中の、まあ、悪くても中の下ぐらいかなって思ってたんですけど、まさかね、こんなね、お金の方になるとは思わなかったんですね。しかももうちょっと付け加えて言うと、これ今言ってない、もうね、何十回、何百回収録してるから、もう、どの回、この回を、このことを言ったかわからないぐらい、もう今、そんなぐらいになってるんですけど、僕ですね、このキャラクターね、実は、パート、パートですね、15ぐらいの時点で、もう実は撮り始めてます。実はね。まさかでしょ。実は、この時点で撮り始めちゃってるんですよ。で、撮り始め、なんで乗れねえのよ。撮り始めてるにもかかわらず、これまで続いちゃったってことは、まあ、つまりそういうことなんですけど、強い。まじ、徒党様様だもんね。巨頭以外ありえない。巨頭がいてくれたから止まってきてる。マジでもう巨頭のおかげ。もうダックハントのおかげじゃない、巨頭のおかげ。あ、前やばい、なくしちゃった。まあいいでしょう。したらなくなっちゃったんで入ります。いや入ら、おやっと運が向いてきた、こいつに。やっとか。やっとスタートで、オッケー。いや、マジ、巨頭強、マジで。マジ、巨頭様々なんだけど、あれ巨頭ない。あ、巨頭なくなっちゃって。よし。まあでもいいや、ここまで巨頭にね、頑張ってくれたからね。頑張ってもらったんで、巨頭のおかげですから。はい。結論出たら、わかったわ。なるほどね。ダックハントの攻略方法はただ一つです。巨頭使え。決まりましたね。巨頭使えば勝てるんですね、ダックハントで。なるほどね。確かに、次の回で解説するつもりだったんですけど、こういう、いわゆる攻撃が乏しいキャラというか、いまいちスマッシュが弱いキャラクターっていうのは、武器を持ち込んだ方が、いいことが、まあ、往々にしてあるので、まあ、ぜひ皆さんはそうしてくださいねっていうのを、次の回で言うつもりだったんですけど、まさかこの回で知ることになったのは思わないですね。正直ね。まさかのまさかですね。
まあまあ、でもまあ、これで、いやー、やっとクリアできたわ、本当に。なんか、今までの苦労何だったんだろう。多分これね、この動画見てもみんなに伝わらないよね。3時間半やりました、つっても。ふーんで終わっちゃうよね。なんかそれがすごく切ないんですけど、まあ個人的にはダッカンと終わったんで、大満足です、僕は。もうこれ以上は何も望みません。それぐらい辛かったですね、ちゃんと。よかった。宝箱開けてね。もう適当にこれ多分走ってても大丈夫ですよ。だってもう4つカウントするもんね。いや、これで逆に、これでクリアできなかったらもうさすがに諦める。さすがに諦める。いや、余裕ぶっこいてたんじゃなくて、もう行くとこがなかったんで最後ブラブラ歩いてたんですけど。これでダメだったら、もう、しゃあないですよね。何もできないっていうかね。はい。まあ、結論です。巨頭は強い。はい。ダックハント、うん、関係ない。巨頭は強いよ。はい。すいませんね、ダックハントとかの方々ね。僕はおそらくもう二度とこのキャラクターを選択することは、何があってもないと思う。それぐらい僕は今嫌いになってるんですよ。しゃあないですね。こういう運の巡り合わせもありますからね。おそらく皆さんも別のいろんなキャラクターで嫌いになってくることがあると思うんで、まあ、それはお互い様ということにしてみましょう。ね。人間ね、誰しも仏じゃないですから。そこは。あ、ストックラントか。あ、ストックラント普通に大乱闘だ。あ、どうも。普通に戦ってたストックラントだったのよ。さあ、もうこれは頼むね。これは行ったでしょ。これは行きました。ダックハント、ありがとうございました。せーの。なんでこんなに僕はダックハントに時間をかけなきゃいけなかったんでしょうね。お疲れ様でした。